ヤクルトは24日、工夫早手の西浜雄星投手と基本合意に達したことを発表した。28日に正式契約を結ぶ予定だという。西浜は2022年育成ドラフト1位で DC 群馬からオリックスに入団。昨オフに戦力外通告を受け、今季から工夫早手でプレーしていた。2軍公式戦では21試合の登板でうち19試合に先発、4勝8敗で防御率 3.47 の成績を残した。まだまだ線が細かったり変化球で腕の振りが緩むとか、いろいろ改善点は多そうだけど楽に伸びしろも多いとも言える。こんなにも早く新規契約ってできるんだ。非常に稀なケース。この移籍は今後に意味ある移籍やね。シーズン終了直前の契約合意による新加入は珍しい。オリックス育成入団で1年目のオフにクビになって、工夫早手に入って結果出して NPB 復帰だから、今後の戦力外通告された NPB 選手たちの大きな動揺になった。これってトミー・ジョン手術受ける西舘が支配下登録外れて枠が空くから、こうした新加入がシーズン終了直前に起こるのは珍しい。移籍期限過ぎての今のタイミングってどうなんだろう。今後、大学中退して早手やオイシックスに入ってシーズンオフを待たずにしれっと希望球団に入る人が出てきそう。おめでとう。タオル買うぞ。こういうのが今季の2軍球団増設の成功例だよな。西浜くんよかったな。応援してるで。工夫早手とオイシックスはこんなタイミングで契約結んでいいんや。これはこの2球団入りたいやつ増えるな。来季からの契約を早期に結んだ感じ。無償トレードと考えてもトレード期限も終わってるし、どういう仕組みなんだ。もっと工夫早手やオイシックスからこういう契約出てほしい。ついに工夫早手を設立した意味ができた感じがする。これからも12球団に入団する人が出てきてほしい。こんな時期に契約するのは秋季キャンプに連れて行くためかね。